はいどうもショイテミでーす。了解です。はいお願いします。お願いします。というわけですね。はい。本日グランドで撮影ということで、うん新年一発目のグランドでの撮影ということで、はい。先日のね前原スポーツさんのイベントありがとうございました。ありがとうございました。めちゃめちゃいいね一日を過ごせて、うん。たくさんの方にお会いして、もう朝から晩までね。そうですね。まああのねじゃんけんもね負け越してね。あ皆さん喜んでくれたんじゃないですかね。前原さんからは釘刺されてたね来年はないかもしれないよやばいですよ。いやまあ来年はね僕9連休なんですよ、うん、結構長い休みなんであれですよね。3日は確か金曜日なんですよね来年だと、うん、そうそうそう。で5、6も休みだから来年のもしイベントを僕らが呼んでいただけるとまあ関係なくですね僕らが呼ばない関係なく単純に前原さんの初売りイベントは3日間どれ行っても大盛況だろうなとは。そう金土日なんですよ、はい、ってことなんでね、はいまあ、もしかしたら僕ら3日連続やるかもしれない、うん、ないよそれはないと思う、うん、まああの噂によると、はい、あの僕らの、まあ、イベント初日で2日目3日目とありましたけど3日目にくじ引きの1等が出たらしいです。最終日にまあ今回はあの3日目に出たってことだったんで本日はですね翔平 TV 実は福袋を買っていたんですよ。何の福袋かっていうと、はい、化粧品なんですよ。金棒いらねえだろ、ね、どう考えてもよいらない。ちょっと気使ってんだけど最近なんで年取ったじゃねえんだよ。そうちょっとシワとかをこう抑えるようにねとか言って実はスワロースポーツ皆さん知ってますかね、はいはいはい、スワロースポーツスワローさんそこで僕はちょっと個人的に買ってみたんですよ、うん、僕一回も多分野球関連の福袋買ったことなくて、うん、何がいいのかちょっと分かんなくて自分の欲しいものが買えないからいらないものあってもなんかイメージはねなんかこうなんか高級ブランドのとかいろんなメーカー、ね、ブランドの、うん、あの福袋買った後になんかサイズが合わないとかこれ嫌だっつってこうなんかお店の前でなんかこう開けて交換会交換会をしてるなんかイメージがあったわけ。そういう福袋もまあありますよね。そうけどまあこれはあのネット通販でスワロースポーツさんのあのホームページから飛んで、うん、結構ねあったんですよ欄が。内野用も多分3つぐらいその値段によってこう違うし入る部屋が違ってそこから内野用の1からなんか10いくつまでこう選んだりおなんか外野用の1から10何巻まで選んだりとかそういうの。去年はね源田選手モデルだけど福袋があった気がする。種類は多かった確かに。で今回は軟式用の一番高い松という部類のものを購入させてもらいまして松竹梅の松のそうですね定価で言ったら4万から5万2000円相当のものですよと。定価はね入ってるよと。そう定価は定価で買ったらそれぐらいのものですよっていうので、グローブかミットの1点、うん小物3点、はい、が入ってるよと。金額はね2万6000円プラスで 40% ぐらいにはなるのかかな。イメージ的に言うとそうだね。だ2万8000円ぐらいで税込みで、うん、購入したっていう感じです。はいこちらですねバンとこちらを購入しました。結構でかいね。そうこれ一応あのこれ外してます。この住所のね住所とかいろいろ外したんでこうなってますけど、はい、まだ見てないんですよ。すごいねでかいじゃん。マジで結構でかい。何入ってんだろうみたいな。一応ドサンって入ってるんですよ、うん、じゃあまずこれ開封していきます。はいはいまずはい行きます。じゃーんとパッと見もパッと見たら水のプロと。なるほどね。もう水のプロ入ってるんですよ。これでだって4万以上はグローブ確定ってことだもんね。そうだよね。水のプロはあ定価4万ちょいぐらいやっぱ、うんうん、するやつ何式でも多分する限定とか言ったらもう4は超えるね。そうなの、うん、でまず小物から見ていきたいと思います。はい、はい、じゃあちょっとまあ3点中1点目いきます。せーのはいと。おー汚れ落としの方のブラシか。はいこれねシューズ用なんですよ。シューズ用かだからまあエナメルとか細かい多分、うん、砂ぼこりが入っちゃったりとかするんでそういうのをサッと全然靴全般的になるほど汚れとかホコリとかを落とせるよ。うんこれいくらぐらい定価。これね定価が、385385円。385円、うん、まあそういったやつがまず1点目ね。ブラシね。これいいね。今日の風呂掃除とか、ね、今日使うやつなの多分ね。浴槽傷つく傷つく。ではもう一ついきます。はいいきます。どっちかいこうかな。うわーっ何これ。あークリーナーだ。クリーナーニュースタイプのクリーナーって何のやつ。
グローブ多分いろいろ使えるんじゃないかな、このタイプだと。なんすかムースって。泡。泡ね。あのなんかシェービングクリームみたいなのが出てくるから、ちょうどシェービングクリームなかったとこなんだ。これやってみ、顔やばいことになるからグローブとか革用だからこれ。あ、そうなの、うん、万が一目に入った場合は直ちに水で洗い流して医師の診断を受けてください。絶対にシェービングクリームとして使っちゃダメです。なんだこれ、スーパークリーナー。あのグローブにシューッとやってるとか、まあ、スパイクとかにやって、うん、あの汚れ落としこうやって泡状のが出てくるから拭き落としてくる。なるほど、水を使わずに汚れを簡単に落とすことができますけどね。塗装の表面は傷つけません。スプレーを噴射して拭き取るだけです。あ、そういうことね。そう、じゃあ汚れたグローブに。すごいな、俺こういうの初めてかもしれない、うん、あの換気しながら使ってください、スプレータイプなんで。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、次行こう。さあやってまいりました3つ目、はい、ラスト小物、それがこちら。じゃーん、何これ。あ、走行酒か。走行酒です。何で走行酒っていうのは。石鹸の匂いがする水田のグローブオイル系なんですけど、まあ、匂いにが匂いに特化してるのかな、どちらかというと。俺 Z のあの拭くやつしか使ったことないの。匂い付きあの2タイプのやつ。まああれと一緒。あ、そうなんだ。1枚がでかい気もするけど、これいくらするの。結構するんじゃないかな。1000円くらいは、1000円はしないかな。800円くらいする。まあするかな。880円。マジか。さっきのスプレーはいくらだった。これもうこそ書いてないんだよね。成分も書いてないから本当に。でもまあいくらぐらい、これ大体2000円か2500円分ぐらいの小物でした、はい、うん、はい、ってことは、ってことは、まあということでこれで以上という感じでね、うん、スワロースポーツさんの、松の福袋はこの3点だけでした。あとグローブが入ってないんだよね。入ってました。何が入ってるんか見てないんで。じゃーんと開けさせていただいて、ね、これガチなやつじゃん。これガチなやつじゃん。俺この箱初めてもらったの。いや水のプロ自体初めて。あ、そうなの。すごいわ。あ、そっか、あれグローバルエリとか。そう、オーダーしたやつは。そう、だからこれちょっとね、箱はちょっと記念にカホンにしたいと思います。すごいな、これもっとなんかなかったか、カホン。え、もっと他になんかカホン。カホンない。え、これすごいでしょ。これ靴、これ靴じゃない、これ靴入ってるかもしれない。靴の可能性もあるよな、ワンチャンな。ちっちゃいな、ちょっとサイズ入んないわ。多分6ぐらいだと思うよ、靴の。そっか。でもこれちょっと見ちゃった今、ここにさ、ブラックナチュラルライムって書いてある。2色グローブか。ナチュラルライム、だほんと草野球人しか使えないカラーグローブか。ナチュラルライムと、当ててみよう。何でしょう、当ててみよう。何だと思う。ナチュラルライムって何色っていうか、田中マー君投手とか岸投手とかが一時期黄色っぽい、すごいレモン色っぽいグローブを甲子園の時とか、うん、ああの色、西武時代の時とかに岸投手だったら黄色系ね使ってたの。あれが水野でいうナチュラルライム。あの辺ってでも黒でしょ。黒とナチュラルライムって、俺ユーポンがエルボーつけてた、なんか変な黄色っぽいさ、2年前ぐらいのやつ。あ、オールスターです。あれは覚えてる。ショーヘイズのあの高橋さんも、うん、そうだね、ひじね、蛍光色好きだから。ただあれがナチュラルライムって色なのかどうかってところだよね。そうだね、あれじゃないかもしれないな。ナチュラルライム、でも色的にはあんな感じ。多分わかる。皆さんどうかな、なんだと思う。水のプロで、ナチュラルライムカラーで4万5万とかするやつ、4万ぐらいするやつ。もうそろそろいいっすか、うん、開けます。じゃあ開けますよ、うん、スワロースポーツ4万円から5万2千程度の松の、グローブ2万8千円で購入した福袋のグローブはーこちらー。うわ、すごい。正解だったね。正解だったわ。なんか大きそう、これでかそう。なんかすごい、ここ親指、ここすげえしっかりしてる。オールスターモデルか。これオールスターモデルかな。ちょっと2022の多分オールスターモデル。21は持ってるんだよね。持ってたと思う。これけどね、なんかダイバーシティグラフィックスかなんかっていう確か漢字の名前、名称だった気がする。へえ。ちょっとちゃんと調べてテロップ入れておきますけど。サイズはいくつだな。でかい。ちょっとサイズ9なんで、うんうん、坂本モデル選手と一緒のはず。坂本モデル選手じゃない、坂本選手モデル。坂本選手モデルと一緒のはずです。坂本モデル選手って言ったね。嘘、珍しい。言って、でこのあれウェブは何ウェブっていうの。これ一応クロスウェブなんですけど、中にレースが入ってるんで補強はされてるから、飾り紐、うん、が入ってるので補強はされてますね。で、本体はさっき言った通りブラックとナチュラルライムなんですけど、ナチュラルライムって言うんだ。うん、これ本当にナチュラルライムっていうのかどうかは微妙だけど。このラベルはさ、別に普通、普通の水のプロ、普通の水のプロ。こんな光ってんの。今日ね、2割増しぐらいのこの太陽のこの照り感があるんですけど、すごい輝いてる。
本革が、補給面が本革、あとウェブもかな。で、背面がここ一応合皮なんですよね、エナメルになってるんで、まあ、だからまあある意味重くはならないかなと思うんですが、っていうような感じで、ヘリ側がシルバーって感じのグローブではありますね。まあ補給面とか型としては水野にしちゃちょっと広いかも。薬指下あたりにも丸みがあるからほんのちょっと広めかなって感じはしますが、だから坂本選手モデルよりかもちょっと深いかも、あー広いかも、イメージ気持ち、まあでも そんな大した差はないぐらいですけどね。まあこれはちょっと EBC メンバーにちょっと使ってもらおうかなって思ってる、はいはい、EBC メンバーのなんかねやる気のある人にちょっと渡して使ってもらって、うん、いつか返してもらう、いい方になってから返してもらう、片付けしてもらうだけじゃねえかそう、まあ上手い人多いんでね、うちの監督、あの監督やってるチームは、はいはい、まあ、内野手にちょっと使ってもらおうかなって、まあ、これどこ向き、サードショート、サードショート、うん、じゃあサードショートのメンツやな、誰かいいかな、まあ、今時のセカンドって言っちゃ今時のセカンドだけど、うん、ただ向いてるのはサード向きかなとは思うかな。なるほどね、じゃあサードショートらへんのメンバーに渡して使ってもらって、試合で使ってもらえるように、ちょっと EBC メンバーもね、あの結構あのインスタメンションしてくれる、うん、試合で言ったらこうサムネを、まあ、これを一から育ててもらって自分の方にしてもらうっていう、うん、はい、というわけで、はい、今回はスワローズスポーツさんの、福袋を購入してみて、はい、開封してみたっていう動画でした、はい、まあ、もちろんまた来年ね、こうやって販売されると思うので、うん、よかったらぜひとも買ってみてください、はい、まあ、いろんな種類ありますからね、はい、そうだね、いろんな種類、多分他のグローブ当たってる方ももちろんいらっしゃると思う、そうそうそう、あのピッチャー用っていうのもあったし、キャッチャー用っていうのもあったし、うん、ファースト用っていうのもあったし、外野用もあったし、その中にこういっぱいの1みたいな、うん、内野の1、2、3とかあったんで、それをこう選んでってって感じだったんで、はい、すごい良かったなと思いました、はい、はい、まあ、これはもちろん案件ではないので、はい、個人的に買ったやつなんで、まあ、よかったらね、買ってみてください、はいはい、というわけで、本日はこちら福袋を開封してみて動画でした。この動画が良ければチャンネル登録とコメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。走走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 走